習慣が変われば人生が変わる。まずは一章目の自分をコントロールするから説明していこう。自分をコントロールするためには刺激に反応しないと、変えられることだけに集中するの2つが重要になってくる。まずは1つ目、刺激に反応しないからだ。刺激に反応しない？ああ、成功しない人は反応して生きている。例えば悪口を言われたらイライラして悪口を言い返してしまったり、 Twitter や LINE が更新されるたびにスマホを見てしまったり、またはお金がないのに欲しいものがあるとリボ払いで買ってしまったりする。誰もがこういった刺激に反応して罠にはまる。それは待てと言われているのに、我慢できずに目の前のドッグフードを食べてしまう犬と同じだ。なるほど。先生、でも悪口を言われるとどうしても言い返したくなるんですけど、どうしたらいいんですか？それは行動する前に一時停止して考えることだ。一時停止して考える？ああ、すぐに行動するのではなく、刺激されたら一時停止して考えてから行動するんだ。そうすれば自分をコントロールすることができる。どういうことですか？例えば悪口を言われたら誰だって言い返したくなる。だがそんな時は一時停止して考えてみるんだ。ここで言い返して何の意味があるのか。悪口を言い返しても時間とエネルギーの無駄でメリットは一つもない。むしろ水掛け論が起こってさらにイライラするだけだ。だったら無視して意味のある行動をしていた方がいい。なるほど。他にもあの商品が欲しいけどリボ払いしたら後々自分が困るだけだから今買うのは我慢しようとかだな。一時停止して冷静に考えることで自分の行動をコントロールすることができる。なるほど、わかりやすい。この世は刺激だらけだ。ウェブ上には君たちが欲しそうな商品の広告がバンバン出てきて、今も君たちの欲望を駆り立てている。でもそんな時でも一時停止して考えることで周りに振り回されずに自分を生きることができるんだ。なるほど、一時停止して考えるか。次は変えられることだけに集中するだ。これからは今やっていることは自分で変えられることなのか、自分で変えられないことなのかを考えてから行動してみてほしい。変えられることって何ですか？変えられることはあなたの行動だ。今日勉強するのか、友達にどう接するのか、何を食べるのか、どういう言葉を使うのかだ。変えられないことは？変えられないことは人からの評価や事故、天気、背が低いこと、過去、噂話をされるなどだな。なるほど。成功しない人は変えられないことに必死になっている。人からの評価が低いことに怒ったり、背が低いことに悩んだり、そして結局何も変えられずに時間だけが過ぎていくんだ。一方成功する人は常に自分で変えられることに集中している。だから良くも悪くも成果が出る。君たちの中にはまだ変えられないことに悩んでいる人がいるかもしれない。思春期だ、無理もない。だが悩む前に一時停止して考えてみるんだ。今やっていることは自分で変えられることなのか、変えられないことなのか。変えられるのであればそのまま続ければいい。さてここまでが第一章、自分をコントロールするだ。2章目はゴールから逆算せよだ。ゴール？はあ、まずこの阿弥陀くじを見てくれ。宝物を手っ取り早く手に入れるにはどうすればいいと思う？はい、君。え、あ、下の宝箱から上に辿っていけばいいんだ。そう、宝箱から上に辿っていくのが最短コースだ。そうすれば今何をすればいいのかが分かってくる。そのためにもまずはゴールを決めておかなければならない。自分はどういう人間になりたいのか、何が欲しいのか。はい、君どうなりたい？まだ決まってないです。そうか、じゃあまずゴールを探さないといけないな。君は？僕は料理人になりたいです。いい願望だ。具体的にいつ、どんな料理人だ？ミシュランで三つ星をもらうような中華料理屋のコックに26歳でなりたいんです。なるほど、じゃあそこら辺の飲食店でバイトしていちゃダメだな。そのために君は今何をすべきだろう？学校を卒業したらすぐに高級な中華料理屋で雑用をしながら修行して、そこでお金と技術力を上げていくつもりです。素晴らしい。こんな風に未来のゴールに向けて今の行動を決めていくんだ。もちろんゴールは変わっていい。途中で中華ではなくイタリアンのシェフを目指したり、もしくは全然違う税理士という夢を目指したりするのでもいい。ほとんどの人のゴールは途中で変わる。それでいい。それが人間だ。ゴールが変わったらその瞬間から阿弥陀くじのゴールに合わせて今の行動を決めていくんだ。なるほど。さてここまでが第2章、ゴールから逆算せよだ。自分が何をやりたいのかがわからない人はとりあえず自分が何がやりたいのかゴールを明白にさせるんだ。さて
3勝目は最優先事項を決めるだ。最優先事項というのは自分が一番価値を感じていることだ。価値？一日はみんな24時間しかない。その中でバイト、部活、勉強、遊び、家族との時間、ゲーム、 SNS、 恋愛、塾、読書など全てをすることはできない。だからまずは優先順位をつけるんだ。特にこの社会で生きていると、忙しすぎて自分が行きたい方向とは違う方向に流されてしまうことも少なくない。例えば家族との時間を優先したいと思っているのに残業を引き受けてしまったり、東大に入りたいのに SNS ばかりやってしまうとかだな。忙しいという感じは心がなくなると書く。その名の通り、忙しさは私たちから考える力を失わせる。なるほど。そこで一度一時停止して考えてみてほしい。自分が本当に心の底から望んでいることは何かを。さっきも言ったが、一日は24時間しかない。24時間をバケツだと考えてみてほしい。優先順位がない人はバケツの中に何でもかんでも入れてしまう。 SNS やサービス残業、ゲームとかな。しかしそれを続けていても夢は叶わない。そうならないために、まず今すぐには叶えられないけど、自分にとって重要なことは何かを考えてみてほしい。今すぐには叶えられない？はあ、今すぐに叶えられないけど重要なこと、それが君たちの心の奥で望んでいることだ。そうなのか。例えば東大に入りたいと思っていても今すぐには叶えられないだろう。だからとりあえず気晴らしにゲームをやったり、友達と遊んだり、 SNS をポチポチする。でもそれでは夢は叶わない。本当に東大に入りたいのなら、今何を優先すべきかを考えるんだ。例えば1日に8時間は必ず勉強するとかだな。他のことはそれが終わった後にやれたらやるくらいでいい。それが24時間という限られたバケツにまず入れるべきことなんだ。なるほど。さて、ここまでが第3章、最優先事項を決めるだ。最優先事項が決まっていないと、あいつ言ってることとやってることが違うよなと言われてしまうだろう。はい、望月凛です。今回はコンサルティング会社の創設者であるロリー・バーデンさんの書かれた自分を変える一つの習慣を解説していきます。この本は一言で言うと、成功するための一つの習慣を教えてくれる本だ。一つ目は、人は放っておくと楽な方へ流れるだな。さっき言った通り、成功者は目標を達成するために面倒くさいことや気が進まないことでも我慢して実行できる人だ。じゃあなんでこんなに成功者が少ないんですかね。それだけなら誰でも成功者になれそうですけど。それはシンプルにみんな面倒くさいことや気が進まないことを先延ばしにして、今楽な道を選ぶからだ。今楽な道か。例えば階段ではなくエレベーターを使い、暇な時間にスマホゲームをして、家に帰るとテレビをつけ、お金がないのにリボ払いや住宅ローンを組んで物を買い、歯が痛いのに怖いから歯医者に行かず、お酒を飲んだり菓子パンを食べて、日雇いの仕事をして、タバコを吸ったりする。はい。そうやって今だけ楽な道ばかり選ぶから、将来にお金がなくなったり肥満になったり病気になったりして大損するのだ。なるほど、完全に俺だな。覚えておいてくれ。今楽な道は将来損をすることが多いんだ。そしてみんな楽な道を探し続けている。簡単に痩せる方法、誰でも稼げる方法、何もしなくてもモテる方法、そういうものに飛びついてしまう。でもそうやって目の前のめんどくさいことを避ければ避けるほど、人生はどんどん辛くなっていくんだ。そうだったのか。逆に成功する人は目的を達成するために今めんどくさいことを乗り越える。つまりダイエットするためにめんどくさいけど運動したり食事を制限する。王道だな。その結果将来ダイエットに成功する。こんな風に成功したければみんながやらない少し辛い道を選び続けるだけでいいのだ。次は、問題は小さいうちに潰すべきだな。さて、では今が楽しければいいという感じでやるべきことをめんどくさがったり先延ばしにするとどうなるのかというと、一番きつい事態に追い込まれる。一番きつい事態？そうだ。例えば目の前で火が燃えているとして、今すぐにその火にバケツ一杯の水をかければ火を消すことができるんだが、怖くなって火が燃えているのを見なかったことにしたり、もしくは火を消すのを先延ばしにすればするほど火はどんどん大きくなっていき、もうバケツ一杯の水では消えなくなってしまう。そして最終的には家が全焼したり、隣の家を巻き込んだり、死人が出たりする。そうですね。こんな風に本当は向き合うべき問題を避けたり見なかったことにすればするほど、将来一番きつい状態になるというわけだ。なるほど。借金もほったらかしにしておくとどんどん膨れ上がっていくのと同じですね。そうだ、虫歯も同じだな。もし成功したければ今すぐに自分の抱えている問題に真正面から向き合って、問題がまだ小さいうちに潰しておくべきなのだ。
次は今ちょっと辛いけど将来自分が得できる道を選び続けるだな。さっきから言っているように成功したければ今ちょっと辛い道を選ぶことだ。今ちょっと辛いか。ああ、例えばソファーに座りながら今からスポーツジムに行くべきか家でダラダラしてテレビを見るべきかで悩むことがあるだろう。ありますね。スポーツジムに行くのはめんどくさいし外は寒い、おまけに雨が降ってきた。でも将来の自分が得できるのはジムに行く方だ。そうですね。だったら少しめんどくさいけどテレビを消して立ち上がりジムに行く方を選ぶ。なるほど。他にも投資にお金を使うのか遊びにお金を使うのかで迷ったとしよう。はい。このお金を使えば欲しい服やゲームを買うことができる。だが将来の自分が得できるのは投資をする方だ。だったら少しだるいけど遊びに使えるお金を投資に回すことだ。確かに投資をしていて今楽しいことなんて何もないですもんね。ああそうだ。こんな風にお金持ちは今を少しだけ犠牲にして将来の自分が一番得できる方を日頃から選び続けている人たちなのだ。なるほどな。だからもしお前がお金持ちになりたいのなら迷った時に将来の自分が得できる方はどっちだろうかと考えてみることだ。わかりました。そして将来の自分が得できる道を選ぶと必ず今めんどくさいことをやらなければならなくなる。次は成功したければエレベーターではなく階段を使うだな。とはいえジムに行った方がいいのは頭では分かっていても今楽な方を選んで目の前のテレビを見ながらポテチを食べてしまうという人もいるだろう。そうですよ。分かっていてもできない人って多いと思いますよ。まあ無理もない。今まで楽な道ばかりを選んできたのであればそうなるだろうな。そこで今ちょっと辛いけど将来に得ができる道を選ぶ練習としてまずはエレベーターではなく階段を使うことだ。はあ？それが成功とどう関係があるんですか？ちょっときつい方を選ぶ練習だ。エレベーターではなく階段を選べばわずかだがカロリーを消費して筋肉を動かし心拍数が増加して健康にいい。これはまさに今はちょっと辛いけど将来に得ができることだ。言われてみれば。どうせお前家でポルノ動画を見てポテチを食べて勉強せずにずっと楽な方を選んで生きてきたんだろう。なんでバレた？そんなお前が今ちょっと辛い道を選ぶにはまずは階段を使うことから始めるのがいいんだ。なるほどな。ちなみに今回紹介している本の英語版のタイトルは階段を使えというタイトルなんだ。マジか。ああ、本当に成功したいのなら今日からエレベーターではなく階段を使うことだ。そうやって今はちょっと辛いけど将来に得ができる道を選ぶことを習慣にするのだ。今日の授業は終わり。また来てね。